ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、ホロライブアイドル堂ラジオ、私たちの歌を聴け。はい、この番組はホロライブのプロジェクトであるホロライブアイドルプロジェクトから毎月メンバーが交代しながらパーソナリティを担当して、アイドルには欠かせないスキルを学んでいく番組です。5月前半はうち狼ミオと亡きあやめごめんごめんごめん、あ、どうぞどうぞ、亡きあやめが担当します。はい、なんかさなんかうちとあやめって結構仲がいいと思うんだけど、うんうんうん、仲いいけど2人で放送したことってあんまりないじゃん、うん、そう、実は多分 2回ぐらいしかないんだよね。2回です。よく覚えてました、うん、覚えてた、えらい。いや、そりゃみおちゃんとの思い出ですからね、うん、とはいえ2回しかやってない。そうなんだよね、放送2人きりっていうのはね、うん、なんかファムズとか、あ、うん、ファムズっていうのは、うん、ふぶきちゃん、うん、ヨと、うん、みおちゃんと、うん、スバルで、うん、あの結成されてる4人組のことなんですけど、はい、説明できて偉い、はい、うん、偉い。でもなんかみんなでねやることは多いんですけど、みお、うんうん、ちゃんと単体、うん、2人きりっていうのはね、なかなかそうだね、そうないんですよね。そうなんですよ、で、うん、それぞれお互いがお互いをなぜかツイッターや、うん、まあなんか何かしらのまあ放送だったりとか何やらで、うん、お互いがお互いのこと、うちはあやめのこと好きなんだよね、要はみおちゃんのこと好きなんだよなーっていう風にお互いがお互いをなぜか褒め続けるという状態が続いて、でも全然コラボはしないという、うん、謎別にね、普段かとかでも全然ないんですけど、うん、そうそう、めちゃくちゃね仲いいと要は思っているんですけど、うん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 、なんでか放送にならないっていう、まあ放送はしない、うん、そしてみんなうちたち2人が喋っているのをあまり聞いたことがない。こうね、確かに流しているわけではないかもね、そうそう、放送でね、うん、いや、そうなんだよ、だからかなりね、そう、うん、相当レアな状態というかね、うん、確かに確かに、普段のね絡みっていうのがあまり聞いたことがないね、逃げそうたちもほとんどなんかいますけど。そう、まあそんな中、ね、最近あやみよが定定なのではないかという感じで、おそらくなんですけど運営さんが何かを嗅ぎつけてラジオだったりライブだったりでアサインされてきましたね、うん、そうですね、はい、予的にはとっても助かって嬉しいんですけど、うん、うん、そうだね、うん、お互い一緒だと 楽は楽だよね、うん、そう、もうね、あやめとなら全然出たいです、そう、そうそうそうなんですよ、うん、って感じになるから、そう、これをねみおちゃんと今度その、うん、ね、今回こうやってラジオを一緒にできるっていうのと、うんうん、ね、ライブも一緒に出させていただくって話をしたら、うんうん、まあ、お母さんと一緒みたいな話をねされたんですけど、あー、なるほど、 あ、うちはママと思われてる、そう、ママだからね、なるほどね、うん、母さんと一緒だねって、うん、まあね、そんな感じでみんなにはね、こう、うん、やんやんやんやあやみを定定なのではないか、はい、と言われている中、あまり喋ったことがない、はい、聞かせたことがないのでね、はい、あのこのラジオでたっぷりと、うん、うちとあやめのやり取りをみんなには堪能していただいて、うん、そうですね、うん、2人のまだラジオ何回もありますからね、いや、そうなんだ よ、 そうなんですよ、ね、今回で1回目だからね、はい、じゃあ、そうですね、うん、いろんなあやみを定定を、うん、見せていけるかな、うん、多分いや、見せていくんですよ、見せていきましょう、うんうん、はい、そう、そうだね、そうだね、はい、ではね、なんか、うん、今すごい熱く見つめ合ってしまったので、一瞬の間があってびっくりしちゃった今、うん、みたいなね、自室で大パンしてても問題ないと思う、うん、今日も頑張って元気だ優しいじゃん思うかな、うん、なるほど、結構、ね、あれだね、キャパが広めのママなんだね、そうね、懐は人広いですね、懐広め、懐自分で言っちゃったけど懐結構広めなママなんだね、はい、広めですね、あ、なるほどなるほど、はい、あ、思い出した、あ、思い出した、今ありますか、そう、世も、うん、なんかそのやっぱね、熱血なプロデューサーさんだったから、はい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 、なんか世がアドバイスされたことを忘れちゃうからメモしてたの、はいはいはい、それをすごい、うん、すごい熱く褒めてくれた、熱く褒めて
偉いみたいな、ちゃんとメモして偉いみたいな、褒めて伸ばすタイプだ。いいですね、褒めてもらいましたね。バランスがいい感じで、まあね、あのなきりは褒めると伸びるタイプだね。いいと思います。そうですね、褒めていってこう、うん、アイドル力を、ね、伸ばしていきましょう。そのね、育成方法は合ってますよ。はい、うん、ファンの皆さんもぜひ、うん、褒めて伸ばしてあげてください、はい、よろしくお願いします。はい、ぐんぐん伸びるよ。ぜひぜひ、ワンワード拡張トーク、イエーイ。ちょっとアイドルですよ、二人とも。いやいや、アイドルだからってトーク力がね、かまいちゃんとかはそりゃアイドルとして必要だと思うんですけど、すぐれているとは限らないですから。そんなところで一致団結しないでくださいよ。もう一回テーマやりたいということで、はい、もう一テーマいきたいと思います。この調子だったらいけるかな。テーマはバーコードです。、はい、それではワンワード拡張トークスタート。わかりました、はい、何ですか。そもそもですね、はい、なんか要はスマホを持った時に、うん、あのバーコードを読み取る、うん、どうやって読み取るんだろうって知らなかったの。 QR コードってこと。あ、QR コードごめんなさい。あのバーコード、QR コードと間違ってましたね。現代語ですね。言おうとバーコードって言われた瞬間、ナキーは勢いよと手を挙げてました。あら、恥ずかしいですね。ということで、今のものがね、あのポイントゲットに獲得がつながったのかどうかと。でもナキリの天然ポイントは入ってた、ね、そうです、天然ポイントは、カット無理。え、カットしていただけないですか。これは天然ポイントは入ったと思います。え、ちょっと待って、はい、やだ。ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、プレゼンツ、プレゼンツ、ホロライブアイドル堂ラジオ、私たちの歌を聴け。